トムピーです。健康マニアは絶対に見て。今回は健康好きの健康好きによる健康好きのための動画となっております。逆に健康好きで今から言う内容を知らなかったらそれは健康好きではありません。それでは行きましょう。さあ始まりました。今回の参考文献はこちら、養生君。ねえ、養生君知ってますか？養生君って江戸時代から現在まで約300年以上も読み継がれてきた健康本なんですね。前半の動画ではこの養生君の歴史と作者の思い、そして養生君の中でも一番大事な内容に触れていきました。じゃあこの後半の動画では養生君のもっと濃い内容、詳しい内容についてお伝えしていきます。じゃあ早速内容に入っていきましょう。まず健康で過ごすためには絶対に知っておかなければいけない大原則があります。それが何かっていうと、病気の原因は外にも内にも存在しているということね。実は病気の原因ってシンプルなんです。体の内と外なんです。まず体の内にある病気の原因は何かっていうと、喜怒哀楽、食欲、性欲、睡眠欲、この7種類なんですね。ね、喜怒哀楽、食欲、性欲、睡眠欲。そして体の外にある病気の原因は何かっていうと、風邪、暑さ、寒さ、湿気などの環境の変化です。なので健康を維持するためには欲求のコントロールを行い、感情を穏やかにすること、そして悪い環境を避けることが大事なんです。まあね、簡単に言うと健康を維持するためにはストレス溜めないようにしましょうってことですね。今誰もが知ってる当たり前のこと言いましたね。そう、この本ね、この養生君はね、そんなこと分かってるんです。みんなが当たり前だって思われるのも承知で言ってます。でもね、なぜ言うかっていうと、大切だから言うんです。それはなぜかっていうと、予防は治療に勝るからです、ね、病気を予防することは病院で治療することよりもはるかに大事なんです、ね、病気になると辛い症状を我慢するだけではなくて治療の苦痛にも耐えないといけない。しかも薬は苦いし、大好きな食べ物は食べれない、飲みたいお酒は我慢しないといけません。でも今から言う養生をしっかり学び健康を維持すれば、病気の苦しみもないし治療の痛みもありません。食べたいものは食べれるし、お酒も飲めるね、楽しいことだらけです。だから予防することは大事なんです。だからこそまず最初に行うこと、それが節度を保った食事です。ねえ、節度を保った食事です。いいですか？ここからが非常に面白い内容となってます。人は食事をして栄養を取ります。ただ栄養をいっぱい取りすぎると、つまり食事をいっぱいしすぎると体本来の生命力が負けてしまうんです。これ植物でイメージするとわかりやすくて、植物にさ、栄養を与えるために肥料とか水とかを与えるよね。でもさ、肥料をやりすぎたり水をやりすぎると植物ってどうなります？育たないよね。逆に腐っちゃうのね。そう、体も一緒なんです。やりすぎると生命力が腐っちゃうんですよね。じゃあなぜ食べすぎることが一番ダメなのか、それは腸です。ねえ、腸なんです。この養生君は言ってます。健康は腸から始まる、腸活をしなさいって。ね、すごくないですか？え、ちょっと待って、ほんとすごくないですか？だってさ、今となっては腸活って結構耳に慣れてるし、みんなも腸活って健康にいいっていうのは知ってるやんか。けどさ、300年以上も前からもう腸活はいいよって言っちゃってるのに。しかもね、まだこれ続きがあって、夕食はできるだけ早い時間に食べなさい、そしてあっさりしたものを少量だけ食べなさい。なぜなら夕食を食べた後は寝るだけだから。寝る前にお腹いっぱい食べしすぎてしまうと消化できずに胃や腸の負担になる。そして食事で一番してはいけないこと、それは満腹まで食事をしないこと。腹8分目までにしなさい。養生知らない人っていうのは1日3食しっかり食べないといけないって思ってしまってるから病気になるし、悪い症状が悪化するんだ。お腹が減っていなければ2、3日食べなくてもいい。食べ物が食べたくなったら食べればいい、食べたくなるまでは食べなくていいんだよってこの本は言ってるんです。以前1日1食の動画でお伝えしたことがもう300年以上前から言われてるんです。ね、これすごくないですか？養生君恐るべきですよ。さらに養生君は食事についてこんなことを言ってます。日本人の基本の食事はご飯にしなさい、お肉を取りすぎないようにしなさい、ね、小麦を食べるなとも書いてるんですよ。先日の動画で食料危機の動画出しましたよね。そのことの内容にも触れてるんですね。実は日本人ってね、海外の人に比べると胃がもたれやすいのよ。実は日本人って昔から穀物を中心に食事をしてるから、日本人の胃ってね、縦に長くて胃酸が少ないのよ。だから処理した食べ物を消化して押し出すっていう力が弱いのよね。だからお肉とかを食べると消化に時間がかかっちゃって胃がもたれてくるんだよね。体に負担がかかってくるんです。で、ここで注意してほしいのは、お肉を食べるなってわけじゃなくて、お肉を食べすぎるなっていうことね。ここまで聞いたらさ、食べ物について少し分かったんじゃないでしょうか。じゃあ、ね、お酒はどうなんだって思いませんか？養生君はお酒についてこう言います。酒は天からの授かり物。え、意外でしょ？お酒飲むなって言われんちゃうかと思ったでしょ？
そうじゃないんです。お酒は天からの授かり物なんですね。お酒っていうのは少し飲めば体が温かくなり、高ぶる気持ちも抑えてくれます。さらに悲しみを忘れさせてくれるし、楽しい気持ちにもさせてくれます。だからお酒はいい薬になるって言ってるんです。ただいい薬には毒があるね。お酒も毒になるんですね。だからこそ養生君はお酒はほろ酔い程度が一番いいって言ってますね。どうですか、この養生君ね、食事に関してうるさいです。ただね、うるさいのには理由があるってことね。なぜかっていうとね、食欲って手強いんですね。食欲って性欲よりも手強いんですよね。性欲よりも手強い、考えてみてください。性欲ってさ、人によるけど我慢しようと思えば我慢できるでしょ。でもさ、食欲ってどうです、食事を半日我慢できますか。無理でしょ。しかもさ、2日となったらそれはもういよいよ無理ですよね。ね、たった1日でも食べてなかったら気が狂いそうになりますね。むしろこんな人いません？今日朝から何にも食べてないわって言って自慢げに言ってくる人見てますよね。そう、それぐらい食欲って欲求の中でコントロールするのが一番難しい欲求なんよ。逆に言うとですよ、この食欲こそコントロールできるようになれば、精神状態を穏やかに保つことができるのよ。つまり体の内から来る病気を防ぐことができるのよ。だからこそ節度を保った食事っていうのが大事になってくるんですね。じゃあですよ、今から体の外からやってくる病気の原因の対策について知っていきましょうね。体の外から来る病気の原因って環境の変化とかでしたね。ね、まずお子さんがいてるあなたに言いたい、子供になるべく厚着させないようにしましょう。っていうのもね、子供の体温って大人よりも 0.5 度高いって言われてるんです。しかも子供って熱がこもりやすいから、厚着すると逆に汗をすごくかくのよね。だから汗がかきすぎで脱水症状とか起こりやすくなるんですよね。むしろ小さい頃に寒さを経験させたり暑さを経験させることによって体温の調節機能を育ててあげることっていうのが大事なんですね。そして大人になったら体温を一定に保つようにやっていきましょう。で、大人になって体温の浮き沈みっていうのがかなりの体の負担になってストレスになっちゃうのよ。このストレスが病気の原因になっちゃうんだよね。そしてね、体の外から病気の原因を防ぐ方法っていうのがあります。それが香りです。ねえ、香り。香りってね、生命力を上げてくれるんです。だから、ストレス発散にお香を焚いたり、読書タイムにお香を焚いたりして、香りを楽しむっていう行動はすごく OK なんです。実はね、スポーツ選手も試合前とかに香水をつける人とかっていうのが多いんです。それって実はモテたいからとかではなくて、香りを嗅ぐことで気持ちを切り替えてるんですね。それぐらい香りっていうのは気持ちをリフレッシュにさせてくれるんです。つまり気持ちを穏やかに保つ効果があるんですね。で、今から言うことが最後になるんですが、この今から言うことこそがこの本で僕の中で一番響いた言葉になります、ね、やっぱり健康を維持しようと思ったらさ、お金ってかかるやん。だけどこの本は言います。生命力を育むにお金なんていらないよ。一人で静かに毎日を送り、お香を焚いて香りを楽しむ。山や川、月や花を見て四季の移り変わりを楽しむ。お酒をほろ酔い程度に飲み、庭で育った旬な野菜を食べる。こういう人生もすごく幸せなんだよってね。なんでこの言葉が響いたかっていうと、今ね、この時代 SNS が普及して、見たくないけど他人のキラキラした人生がなんか嫌でも目に入ってくるんですよね。ね、他人の現状と自分の現状を比較してしまってストレスが溜まってしまう時代ですね。欲求が溢れてる世の中なんですよ。むしろ今とか、いかに人の欲求を引きずり出して欲求をくすぐってお金を出させるかが勝負の時代になってきてるじゃないですか。でもこの本はね、他人と比較しなくても心を落ち着かせればお金がなくても楽しみ方っていうのがあるのよ。お金がなくても幸せの形ってあるんだよって教えてくれたんですね。300年前と今の状況が違うのは知ってますね。この本で言ってる健康法っていうのは300年前の技術とかでは詳しくは分からなかったんです。ただ今の時代だっては技術の発達であったり科学の発達によってこのことが正しいっていうのが分かってますね。この本が人気や理由っていうのは科学とか技術が証明したんではなくて300年という歴史が証明してきたんですね。だからなお今でも読み継がれてるんですよね。お金を稼がないと飯が食えない、キラキラした人生を送ってる人が羨ましい、将来のことが不安だ、様々なストレスがあると思います。でもですね、そういう時こそこの本を読んでですね、気持ちを落ち着かせて穏やかに保ってみてはどうでしょうか。このストレス社会にこそ大切なのは気持ちを落ち着かせて穏やかに過ごすことです。太く長い人生送っていきましょう。健康こそ人生最高の高鳴り。では。